第一朗読創世記。夜が明ける頃、ミツカイたちはロトをせき立てていった。さあ早くあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。ロトはためらっていた。主は憐れんで二人の客にロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。低地のどこにもとどまるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。ロトは言った。主よ、できません。あなたはしもべに目を留め、慈しみを豊かに示し、命を救おうとしてくださいます。しかし私は山まで逃げ延びることはできません。おそらく災害に巻き込まれて死んでしまうでしょう。ご覧ください、あの町を。あそこなら近いので逃げていけると思います。あれは小さな町です。あそこへ逃げさせてください。あれはほんの小さな町です。どうかそこで私の命を救ってください。主は言われた。よろしい。そのこともあなたの願いを聞き届け、あなたの言うその町は滅ぼさないことにしよう。急いで逃げなさい。あなたがあの町に着くまでは私は何も行わないから。そこでその町はツォアル、小さいと名付けられた。太陽が地上に昇った時、ロトはツォアルに着いた。主はソドムとゴムラの上に天から主のもとから硫黄の火を降らせ、これらの町と低地一帯を町の全住民、地の草木もろとも滅ぼした。ロトの妻は後ろを振り向いたので潮の柱になった。アブラハムはその朝早く起きて、先に主と対面した場所へ行き、ソドムとゴモラ及び低地一帯を見下ろすと、炉の煙のように地面から煙が立ち上っていた。こうしてロトの住んでいた低地の町々は滅ぼされたが、神はアブラハムを御心に留め、ロトを破滅のただ中から救い出された。神の御言葉、神に感謝。Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
神は私の希望、私の望み。私はその言葉により頼む。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時イエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。すると湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ、助けてください。溺れそうです。と言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって、風と湖とをお叱りになると、すっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないか、と言った。主の御言葉。キリストに賛美。